はい、今回はですね、ギターのハーモニクス音のちょっとした特性を一つ紹介してみたいと思います。で、ナチュラルハーモニクスなんですけれども、まずですね、鳴りやすいところ、7フレットをちょっと使ってみますね。で、7フレット、例えば3弦ですね。ちょっと鳴らしてみます。2弦。こういう感じですね。で、ハーモニクスを鳴らすときはですね、ピックアップが、いくつかついているギターのエレキの場合はですね、リアピックアップ、ブリッジ側のピックアップを使うようにしてください。フロントだとですね、なかなかハーモニクス音では鳴りにくいので、ブリッジポジション、リアのピックアップを使うようにしましょう。これですね、ちょっとよく見といていただきたいんですが、実はこれ、指をこのハーモニクスを鳴らした後ですね、離さずにそのまま素早く通常の音を出す時の7フレットのポジションにスッとですね、そのまま弦から指を離さずにスッと普通の音を出す時の位置に戻して弦をギュッと押してもですね、実はハーモニクス音っていうのは止まらないんですね。これちょっとやってみますね。もう一度やってみます。わかりましたか？今ですね、このような感じでハーモニクスを鳴らしてスッと元の位置に指を戻してグッと弦を押したんですけれども、ハーモニクス音は鳴り続けてますよね。これなかなかですね、知らない方にとっては意外な事実だと思います。で、これですね、何に役立つんだと言われてもあまり役には立ちません。でもですね、例えば、そうですね、ハーモニクスの、ナチュラルハーモニクスの場合は、大抵の場合、音がもう出たら、パッと、指を離してしまいますので、その後何か音を出すときは、こう、ピッキングを、もう一度し直さないといけないですよね。何かこう、ハーモニクスの流れで、そのままもピッキングせずに次の、例えば半音上の音を出したいとか、そういうときにですね、例えば2弦でやると、今の奏法を使ってパッとこう横にずらしまして、そのまま例えば半音上までスライドさせるとですね、こんな感じになります。もう一度いきます。で、例えば全音下に下げるとかですね、っていう感じで使うとですね、今までハーモニクスの後はこうピッキングし直して次の音っていうのを出していたようなフレーズがある場合は、その時にちょっとですね、今みたいな奏法を使ってやるとまた新しい雰囲気っていうのを作ることができると思います。で、今のですね、割とこの素早くバッとこう上とか下にですね、スライドでさっと素早く滑らすとまた独特の雰囲気を出すことができます。これも最後にちょっとやっておきますね。こういう感じになります。3弦でもやってみます。という感じで、割とハイポジションに来た時に、すごくこう、音がワッと増幅するような感じになりますよね。だからこれも普通にスライドをやるのとあまり最終的な音は変わらないんですけれども、最初はハーモニクス音が鳴ってるおかげでですね、かなり聞こえ方が変わりますよね。こういう感じになります。ですから、なかなか役に立つ場面っていうのは少ないと思いますけれども、もしあればですね、実際に使ってみてください。以上で解説を終了いたします。あと、当方が完全オリジナルで制作しておりますギター用教材がございます。この動画の最後、画面中央付近にバナーが表示されますので、そちらをクリックしていただくとホームページが開きます。バナーが表示されないとおっしゃる方は、この動画の下の動画説明欄の方にホームページの URL を貼り付けておりますので、そちらをクリックして、ぜひホームページをチェックしてみてください。この度はご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。